キジでーす。暑いなぁ。暑いっすねー。もうっと日陰になっちゃった。少しのテンションでお送りします。はい、もう今回はですね、前回坂本選手について掘り下げさせていただいたんですけど、今の12球団の中でベスト9決めるっていう企画あったじゃないですか。その時に、ゆうたかさんが今勝負強いと思う究極に勝負強いと思う選手は2人、坂本選手がそのうちの1人、もう1人が中田翔選手。だから今日せっかくなんで、中田翔選手のことをゆうたかさんにつながりできた。そうですね、せっかくなんで、ちょっと出会いからなんか結構ね、ずっとプッシュしてるんで翔太。ああ、中田翔はね、ブランドで取材に行くじゃない、会社の時とか、その時に挨拶を交わし、そこからこう話をするようになったんで、一緒に飲んだこともあるそうですね、飲んだこともあるし、話をしたことがあるんだけど、結構なんていうのかな、純粋な男だよね。おー、例えばさ、プロ野球って大人の世界じゃない。でも純粋になんか子供がプロ野球選手になったみたいな、だからいつまでもホームランを夢見るんだとか、はいはい、そういうロマンがある子だよね。へー、意外でしょ。そうですね、なんかちょっとやっぱこう、なんかやさぐれてんのかな。そうそう、ちょっとまあ正直怖いイメージはあります。怖いっていうか、疑問が一番座ってるって言ったらあいつが座ってるかも。あー、そうだ。俺が飲んでる時に同じ店に入ってきたんだよ、隠れて。あいつ先輩ずらしてさ、シャワーみたいな、こっち来いよみたいな言えない、俺の性格は。あ、いやだって遊びに来てんだもん。はい、俺も遊んでる、だからプライベートのシーンってことですね。そしたらさ、店の人がさ、ちょっとあの中田さんと話をしてもらってもいいですかって来たの、向こうから。全然いいよ。その時の会話なんだけどさ、はい、その時調子が悪くて、去年お父さんバッティングって何ですかって言って、あ、いやいや、バッティングって何ですかねって、18.44 の中のピッチャーと勝負、何が来るとか何が来ない、何を狙うとか、そんなんじゃなくて、1対1の勝負ってさ、気の戦いだと思ってる。気持ちが強い方が勝つとは思ってないよ、当然。やっぱそこには戦略だとか戦術だとかあって、それを組み立ててやらなきゃいけないけど、まず昨日勝負の中でお前負けたことを感じたことあるだろう、はい、例えばマウンドのピッチャーが気迫を持って投げてくるときに、誰かなんか殺気を感じて怖いって思ったことあるかって言ったら、それは一度もないって。おだろって。としたら、あとは戦術と戦略じゃないの。お前を見てるとゴール球ばっかり振るときある、一点待てない。これはさ、落合さんがさ、エラスさんに言われたことある。一緒に同じ麻雀卓を運んだ時に、町を三連チャンとかなったんで、まあまあまあ、下だらしいんで、それはうまいよね。だけど、エラスさんが言ったらしい、カンチャンもできたから、カンチャンって分かった、はい、こう、一つを待つ、はい、お前に一つを待てない選手なんだなって言われたんだらしい、うん、それから相手のピッチャーの決め球ばっかりを狙って、だから2ストライクの打率がいい。なるほど。だからお前、相手のピッチャーの1万いいボールで勝負に来た時の勝負を楽しめる男じゃないかって言われたらしい。あー、すごいな。その話をしてあげた。だからボールをね、かけるなんて必ずピッチャーがストライクしか来ないわけだ。全部逃げてるわけだ、誘ってるわけだ、トレーに乗っかるなって気持ちが座ってる、一つを待っとくような男になる。あの、そういう話をしてた。やっぱもう素直に聞いてくれたらいいです。すごい、それは、ね、エラスさんの言葉をまあパクってあ、豊さんがね、自分の言葉のパクったかな。いや、俺の情報の中にあったわけよ。いや、だからそういう俺の情報量っていうのを褒めろよ。嫌だな、お前パクったとか人盗っと弱りしやがって。いやいやいや、ま、適材適所ですね、そういうアドバイスをしたっていう豊さん、やっぱさすが。いや、すごいなと思う。遅いわ。